東部ドネツクにてロシア軍が攻勢をかけたけど、あえなくウクライナ軍に返り討ちされて撃沈したとの情報を入手したよ。5000人ほどいた部隊が全滅したって噂もあるくらいだもんね。ロシアはまともな装備を持っていないからな。全滅させられても不思議じゃないと思うぜ。そうだね。さて今回は、ウクライナ軍が返り討ちにしたロシア軍の状況について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2023年2月18日、ロシア軍がウクライナ国内に向けてミサイル16発を撃ち込み、東部ドンバス地方のドネツク州の集落や西部フメリニッキー州内のインフラ施設などに着弾して被害を出したよ。また、東部戦線において、これまで激戦が繰り広げられているドネツク州のバフムト、リマン、アブディーフカの他ハルキウ州のクピャンスクなどに攻勢を仕掛けているものの、ウクライナ軍の反撃によって多大な損失を出してロシア軍は侵攻できていないようだね。ゼレンスキー大統領は2月19日のビデオ演説において、ロシア軍が攻勢を強化している東部戦線におけるウクライナ軍の抵抗について触れ、ドネツク州のウグレダール付近における東部戦線の状況は非常に複雑であるが、ウクライナ軍は果敢に戦っており、侵略者であるロシア軍を打ち破り、極めて重大な損失を与えていると語っていたんだ。2月13日にはゼレンスキー大統領がドネツク州ウグレダールでの戦闘について、ロシア軍は過去1週間だけで戦車36両を含む装甲車両130両を失っていて、これは1個戦車大隊が保有する戦闘車両数以上だというウクライナ軍の報告内容を地元メディアに述べていたよ。さらに、ウグレダールではロシア軍の第155海軍歩兵部隊1個旅団が、ドネツク州の州都ドネツクから南西に 50km ほどにある地域を拠点としているウクライナ軍から脱出しようと攻撃したが、ウクライナ軍による返り討ちにあったほか、ウグレダールのさらに西にあるマリンカ付近においても反撃を受けて、5000人からなる同部隊が壊滅状態となった可能性が高いという報道が流れたな。ロシア軍によるウグレダールの制圧行動に対してドネツク人民共和国の国防省と呼ばれている、イーゴリ・ストレルコフ氏はロシア軍の兵士らはウグレダールでは射撃場の七面鳥のように撃たれていると述べたみたい。さらに、イーゴリ氏はロシア軍の人海戦術による稚拙な作戦や行動を非難しており、ロシア軍では多くの優れた戦車だけでなく、精鋭揃いの空挺部隊員や海軍歩兵隊員が失われているという内容をテレグラムにて投稿したよ。2月12日にイギリス国防省は戦況報告において、ロシア軍の損害が拡大しているのはウグレダールだけではないことに関して、様々な要因が絡んでいる公算が大きいが、具体的には熟練した兵士が少なく部隊間の連携が欠如していることと、最前線一帯において装備資材が不足していることにも原因があるとの分析を示していたんだ。そして、アメリカのシンクタンクである戦争研究所 ISW では、ドネツク州ウグレダール近郊において攻勢に出ていたロシア軍部隊は戦術的な失敗を犯し、壊滅的な損害を受けて敗退したとの分析を報告しており、この敗退によって東方面で攻勢に出ていたロシア軍は主導権を失い、ウグレダールはウクライナ軍が確保していると発表しているね。もともとウグレダールは周辺を見下ろせる高地に位置しているため、ロシア軍が同地を制圧することで、ドネツク州西部におけるウクライナ軍の補給線を脅かす重要な拠点となり、一方のウクライナ軍はブフレダールを確保しておくことでドネツクの奪還から、将来的に南のザポリージャ州の奪還作戦へと発展させる拠点として活用できる要衝となるため両軍にとって非常に重要な地域だからな。具体的にはロシア軍がドンバス地方のバフムト、ウグレダール、マリンカ、クレミンナなどでより多くの損失を被るほど、より早くこの戦争をウクライナの勝利で終わらせることができるだろうとも言われているね。ゼレンスキー大統領はウクライナ軍司令部の拡大会議を開催したことを明らかにしつつ、その他の地域の防衛状況についても説明した上で国会に面する南部のオデーサ港付近はウクライナ側の統制下にあり、ロシア軍が一部支配しているザポリージャ州ではウクライナ軍が州都ザポリージャを含む中心部を防衛していると述べており、ロシアとその同盟国であるベラルーシと国境を接する北部においては、
これまでのところ非常に良い結果が出ていると伝えているよ。イギリス国防省の分析によるとロシア軍の1日あたりの戦死者数が、これまで最多であった2022年2月のウクライナ侵攻開始時の規模に近づいていると指摘しているほか、ロシアの民間軍事会社ワグネルの創設者であるブリゴジン氏が受刑者の戦闘員募集は完全停止したと述べており、この先も軍全体の兵員確保が困難になれば、プーチン政権がこれまで否定してきた第2弾の動員令が発令される事態が現実味を帯びてきたね。また、ロシア軍内で武器弾薬が欠乏していることが報じられているが、ワグネルの砲兵部隊がロシア国防省に対してウクライナでの戦闘に使う弾薬を追加供給するように訴え、それがなければバフムートから撤退するとまで言っていたが5月8日時点で弾薬供給が約束されて元さやに戻ったぜ。撤回される以前に我々は毎日複雑な任務を遂行していて、自分たちの戦闘部隊だけでなくロシア正規軍の強襲部隊の援護なども担当しているが、現在は弾薬の補給を完全に断たれた状態にあると述べ、ワグネル砲兵部隊において榴弾砲や対戦車砲、迫撃砲の弾薬が不足していることを訴えていたからな。彼らは続けて我々は国防省の仲間や友人に訴えかけており、倉庫に眠る使用可能な在庫弾薬があるものと確信し、それらが提供されることも確信しており、今すぐにでも弾薬が必要だ。もしもロシア政府や軍が我々の任務を理解した上で支援を実施して、迫撃砲などの弾薬を素早く供給してくれたら、大いに感謝するだろうと語っていたんだ。これまでは独自の補給網を使っていた民間軍事会社のワグネルが、正規軍に対して弾薬の提供を要求するほどロシア軍全体の補給体制が逼迫しているようにも感じ取られるほか、軽装備でウクライナ軍陣地に突撃させる人海戦術も、やがて立ち行かなくなるだろうとの指摘もされており、この状況に焦るプーチン政権が核兵器使用などの無謀な作戦を言い出してくるかもしれないね。2月18日に戦争研究所はロシアのメディアがウクライナにおいて原発への電力供給を遮断して緊急停止させるために、関連インフラ施設の攻撃を提唱していると指摘しており、ウクライナの原子力企業エネルゴアトムは同日に、南ウクライナ原発の上空を巡航ミサイル2発が飛行したとして、ロシア軍による核テロだと誇大に非難していたんだ。この翌日にウクライナ外務省は、ロシア軍が占拠して軍事拠点化されたザポリージャ原発に常駐している、国際原子力機関 IAEA 専門家の交代をロシアが拒んでいるという非難声明を発表しているみたい。これに対してロシア国防省は19日に、ウクライナ軍が放射線事故を意図的に起こしてロシアに責任を押し付ける挑発行為を企んでいると主張したな。2月24日に新薬開始1年を迎えるにあたり何か記念すべき戦果を求めていたんだろうけど、東部戦線で良い結果を出すことができないロシア軍が、ザポリージャ原発を攻撃して核兵器を使用する以上の衝撃をウクライナ側と西側諸国に与え、国民の不満をそちらに向けさせて解消しようとしているのではないかという、まるで反日感情を煽ってストレス解消をする中国のようにも見えるよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。